はい、どうもこうです。本日もですね、動画のご視聴ありがとうございます。というわけでですね、今回はレンズの選び方をですね、お話ししていきたいと思います。レンズにはですね、2つの種類があると思うんですよ。で、1つはですね、単焦点レンズ、もう1つはですね、ズームレンズ、こちらのですね、2つのですね、種類のレンズがあります。どっちのレンズが自分に合ってるのかっていうのをですね、把握していただけたらと思います。はい、というわけでですね、まず単焦点のですね、いい点悪い点をですね、お話ししていきたいと思います。単焦点レンズなんですけども、こちらですね、どういうものかというとですね、レンズのですね、焦点距離っていうのがですね、レンズによって違ってきます。例えばですね、こういったこの一眼レフについているこのですね、レンズなんですけども、これ35ミリのですね、単焦点レンズって言います。単焦点レンズ、この35ミリなんですけども、35ミリのですね、画角しか使えない、焦点距離しか使えないっていうことになります。はい、なので固定されてるんですよ。なので、自分でですね、画角とかですね、焦点距離を変える場合は自分がですね、前後に動いて焦点距離、画角をですね、変えていく必要があります。いい点をですね、まず話していきたいと思います。はい、一つ目がですね、安い、価格が安いということなんですよ。レンズってですね、結構高価なものなんですけども、単焦点レンズの場合はですね、すごく構造が単純なので、その分ですね、値段が安く抑えることができるんですよね。やっぱりですね、ズームレンズに比べると単焦点レンズって安いものが多いので、その点ではですね、やっぱ安いところがですね、魅力なポイントになってきます。続いてですね、2つ目なんですけども、先ほども言いました、構造がですね、単純なので軽いっていうところがですね、すごく大きなポイントになってきます。やっぱりですね、レンズが重いとですね、撮るときに疲れるんですよね。なので、コンパクトでですね、軽いものがですね、すごく好まれるんですけども、こういったですね、単焦点レンズっていうのはですね、やっぱりコンパクトで、そういったですね、軽いっていうのがありますので、3つ目のですね、コンパクトっていうのがですね、同じようにポイントになってきます。すごくですね、コンパクトで軽いっていうのがですね、単焦点のですね、安い、コンパクト、軽いっていうのがですね、すごい牛丼みたいな感じなんですけども、こういったところがですね、すごい単焦点レンズのポイントになってきます。で、4つ目なんですけども、これがですね、F 値が小さいものがですね、すごく多いんですよ。例えばですね、単焦点レンズの場合は F1.8 のレンズが結構多くて、その他にですね、もっと下の、ね、F1.4 のレンズとかもですね、たくさんあって、すごくですね、明るいレンズなんですよ。 F 値っていうですね、数値が低いほどですね、明るく撮れるっていうことなので、すごくですね、暗い場所でもですね、こういった F 値が小さいレンズを使うことで、明るくシャッタースピードを稼ぎながら撮ることができるということなんですよ。で、5つ目ですね、この F 値が小さいっていうのにもですね、付随してくるんですけども、5つ目がですね、ボケが綺麗、もしくはボケが強いところなんですよ。ボケ味っていうのがですね、英語でもですね、ボケと言われるほどですね、ボケっていうのはすごいカメラのですね、中では世界共通のですね、言葉なんですけども、こういったですね、背景がボケる、今は背景ボケてますよね。これね、寄るとすごい背景ボケてますよね。これ、はい、こういったですね、背景をぼかすことで、背景をですね、整理することができるんですよ。例えばですね、すごいごちゃごちゃした中でですね、人をですね、際立たせたいときはですね、すごくですね、こういった背景をぼかすことをですね、意識すると、その人がですね、浮き上がったようにですね、映るので、すごくですね、印象的な写真にすることができます。わかりますかね。こうすると、はい、背景がですね、ごちゃごちゃしてたのが、こうやって寄ることで背景がすごくぼけるんじゃないですか。そうすると、もう私がすごく浮き立って見えますよね。そういったところがですね、すごく写真で使われることが多いので、こういった F 値が小さいとですね、ボケ味が強くなったりですね、綺麗なボケになったりしますので、すごくおすすめになっています。で、続いてですね、単焦点のバッドポイントなんですけども、はい、こちらがですね、焦点距離が固定されるということなんですよ。ズームレンズのようにです、ね、焦点距離をですね、変えれるわけじゃないので、自分がですね、前後に動いて、こういった形でですね、画角を変えなきゃいけないという手間があるんですよ。なので、狭い場所とかですね、そういった場合にはですね、レンズを変えなきゃいけないっていうですね、すごい手間があります。2つ目なんですけれども、いくつかレンズをですね、持っておかないといけないっていうのがあります。はい。なので、焦点距離によってですね、35ミリだったり、50ミリだったり、85ミリだったり、135ミリだったりですね、その状況に合わせてレンズを交換しなきゃいけないっていう手間があるので、すごくはですね、ちょっと単焦点の使い勝手の悪いところになってきます。で、あとですね、3つ目なんですけれども、自分に合った焦点距離をですね、見つけなきゃいけない。なかなかですね、その焦点距離によってはですね、自分によって使い勝手が悪かったりするので、その点はですね、いろんな焦点距離をですね、試してみて、自分に合った焦点距離とかですね、例えば35ミリだったら近すぎるとかですね、50ミリだったら会話がしやすくてちょうどいいとかですね、85ミリ、135ミリとかだったらですね、少し離れすぎてるので、相手とのコミュニケーションが取りにくいから取りにくいとかですね、そういったことがありますので、自分に合った焦点距離を探さなきゃいけないっていうところはあります。で、こういったところがですね、単焦点の、バッドポイントになってきますね。続いて、ズームレンズについてお話
話をしていきたいと思います。ズームレンズのですね、いい点っていうのはですね、焦点距離をその場で変えれるっていうことなんですよ。単焦点のようにですね、前後に動かなくてもその場に止まったままでですね、焦点距離をそのレンズによってですね、焦点距離変わってくるんですけれども、レンズによって焦点距離が変わる範囲内でですね、変えることができるので、その場をですね、動かずに画角を変えることができるっていうのがすごく利点になっています。で、3つ目なんですけれども、こちらがですね、大体2本ですね、レンズを持っていれば、こと足りるっていうことなんですよ。代表的なですね、ズームレンズってですね、2本あるんですよ。それがですね、24-70mm のですね、F2.8 のレンズ、そして 70mm から 200mm の F2.8 のレンズ。この2つを持っていれば、もうほぼ 全域をですね、カバーできるんですよ。なので、単焦点のようにですね、いっぱいいろんなレンズを買わなくてもですね、このですね、ズームレンズ2つだけでですね、24mm から 200mm まではですね、カバーできるというのがですね、すごく利点になってきます。この2本を持っとけばですね、レンズの交換なんかですね、ほぼすることないんですよね。なので、そういったところがですね、ズームレンズのですね、いいところなんですけども、もちろんバッドポイントがあります。はい。それがですね、高いっていうことなんですよ。やっぱりですね、単焦点レンズに比べてズームレンズって高いんですよ。特にですね、F 値が 2.8 とかですね、ものになってくると結構高価なものですね、30万とか20万とかですね、その辺の価格になってくるので、だいぶですね、単焦点レンズに比べて高くなるんですよね。その辺がですね、ちょっとネックになってきます。あとはですね、F 値が先ほども言いました 2.8 までしかないので、1.8 とか 1.4 のですね、単焦点のですね、レンズよりもボケみがですね、ちょっと弱かったり、暗いところにですね、弱かったりします。望遠レンズを使えばですね、ボケみっていうのはですね、さらに強くすることができるので、その辺はですね、ボケみっていうところはですね、あんまり単焦点と変わらないんですけども、明るさっていう面ではですね、やっぱり 2.8 までしかないので、単焦点にはかなわないのかなというふうに思っています。あとですね、3つ目なんですけども、こちらがですね、かなり重いってことなんですよ、ズームレンズ。やっぱりですね、ズームでですね、いろんな焦点距離変えれるので、構造が複雑なんですよ。だからですね、どうしても重くなっちゃうんですね。そしてでかくなっちゃうんですよ。それがですね、すごく手間っていうかですね、その、疲れるんですよね。重さ、でかい、重いっていうのがですね、すごくですね、マイナスなポイントになってますので、その辺を考えると、やっぱり単焦点の方がですね、すごくおすすめなところになってきています。はい。といったわけでですね、ここまでですね、単焦点とズームレンズのですね、いいとこ、悪いとこっていうですね、形でお話をしていきました。で、この中でですね、お話しした中でですね、気づいたことありますかね？そうなんですよ。例えばですね、単焦点のバッドポイント、悪いところがですね、ズームレンズのいいところ。ズームレンズのですね、悪いところが単焦点のいいところだったんですよね。はい、これ考えるとですね、今までの話をですね、振り返っていくと。なので、こういったですね、特徴、単焦点の特徴、ズームレンズの特徴をですね、把握することで、自分に必要なですね、ものっていうのがですね、分かってくるんですよ。最初にですね、カメラを買うと、やっぱりズームレンズがついてくると思うんですよ。そのズームレンズの焦点距離の中で、自分がですね、この距離が好きっていう場合はですね、そのですね、単焦点レンズを買うとですね、好きなですね、焦点距離で明るいレンズが使えるのですごくおすすめなんですよ。風景とかですね、絞って使う場合はズームレンズとかがおすすめなので、そういった場合はですね、ズームレンズをですね、選んでいいですし、暗いところで撮りたい場合は単焦点レンズ、少しぼかしたいとかですね、そういったものは単焦点レンズ、ズームレンズを使ってですね、柔軟にその撮影を楽しみたいという方はズームレンズがおすすめになっています。で、ズームレンズもですね、やっぱり価格が高いんですよ。例えば私のおすすめとしては、単焦点レンズの方がですね、安くて F 値が小さくてすごく写りがいいっていうのがありますので、単焦点レンズでですね、例えば 35mm、50mm、85mm、 この3つをですね、持っとくとほとんどですね、それで使えるのかなというふうにですね、思っています。私の場合はですね、 50mm の単焦点しかほぼ使わないんですよ。一応 35mm も持ってるんですけども、その辺はですね、あんまり使わないですね。で、 85mm も持ってるんですけども、その辺はあんまり使用頻度は低いのかなというふうに思ってます。やっぱり 50mm の方がすごくですね、人との距離っていうのがちょうどいいので、やっぱり一番使いやすいんですよね。その辺を考えると、私のおすすめとしては単焦点 50mm っていうのがあります。で、ズームレンズで言うとですね、24-70かですね、70-200のですね、 F2.8 のですね、レンズがやっぱり使い勝手がいいので、その辺がですね、すごくおすすめになっています。ただちょっと値段がするので、その辺をですね、考えると、やっぱりズームレンズじゃなくてですね、単焦点レンズの方が安価でいろいろ楽しめるのかなというふうに
ですね、個人的には思ってますので、まあ、皆さんですね、いろんな意見があったらですね、よかったらコメント欄にいただけたらと思います。というわけですね、まあ、今回はレンズの選び方についてお話をさせていただきました。皆さんはですね、どんな風にですねレンズを選んでますか？よかったらですね、コメント欄にですねいただいたらですね、まあ、それも参考にさせていただいて、まあ、それもですねいつか動画の方にしてですね出させていただけたらと思っています。はい、というわけですね、今回はまあレンズの選び方をですねお話ししていきました。参考になったでしょうか？こういったですね、まあ、いろんなカメラに関する情報、そういったものをですね発信していきたいと思いますので、よかったらですねチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっています。次回またお会いしましょう。バイバーイ。カミカミです。